彼はこの瞬間をとても長い間待ち続けた。人間の目には幼く映るが、彼は命霊より流れる時に等しい。彼らが輝く瞬間がやがて来る。何としても彼らを守り通せ。誰のこった。はい、ソニザラシです。レイリー、オブザゴッツ。続きやっていきましょう。まあ前回は、鳥をね、ぶっ倒したというところでね、まあまさか2回目も、2回目というか2回ストラ系が来ると思わなかったんだけど。で、今回はですね、ラストと思われるやつを倒しに行きましょう。全然ね、地図がね、開いてねえんだよ。はい。まあ、道中ちょっといろいろ武器とかあったら取っていこうかなと思います。まあ、カットしますけど、多分ね。お前、まだいんのかよ。というわけで、ここまでやってきたんですけど、なんか、そこまでの道のりのためなのかわかんないけど、ここでギミックを使っていきましょう。風向きが最悪すぎてさ、全然進まねえんだ。あ、まずいな。あ、壊れた。壊れちゃったね。結局この風出したところで、なんだ、この風出したところでまあ上がれるよぐらいしか。すげえ戻されんだけど。はい、まあそんなわけで、まあこれ多分真下にいますね。で、多分あれだな。あー、こっちか。無理じゃない？なるほど。あー、はいはい。で、洞窟があったよー。この先は多分ボスっぽいね。まず後ろを見て、石板がないか、ここに。あれなんだっていう話だよな。なんだ？本当に。あ、敵か、使用する、なんだ、なんかすげえ、なんか操作がおかしいんだが、ちょっと感性がある。あ、おお、すごい。まあ一度きりの砲台みたいな感じなのかな。あ、なんかある。あ、なんかいっぱいある。島のあちこちに生えている根っこの中には、光り輝く種を、種を宿すことがある。この種は叩いて取り出すことが可能だ。まさに現実バネした種のもので、この光る、種に触れると、時が止まっているかのように錯覚に陥る。掴んでいた手を離すと、種は目にも止まらない速さで飛んでいき、あの強固な止め金具や印を破壊してしまう。他の部族たちがこの場所について固く口を出す理由が分かった気がする。これは想像を絶する威力だ。ああ、確かにな。あ、しばらくして生えてくんのね。まあ、その前に寒いんだよな。ちょっと温まってから行こう。よし。よし、じゃあやっていこうね。ボスは何だろうな。砲台で狙うようなボスってことだよね。いいね。宝物が。いっぱいだー。回復できるのほんとありがたい。ついでにレベルアップはできないか。武器がね、貧弱だから。地図の石板はないのか？あれ燃えてるだけだし。
何かあっちに。トーテムがありましたよ。はい、なんか10個目のトーテムらしいですね。実績が解除されました。さあ、あ、ボス戦っぽい、ボス戦っぽいぞ。その前にあっちに行かないといけない。ナイス着地。え、この鍵弾は氷ついてんのか。こっちの方がいいのか。いで、なんか非常にちょっと画面が白いことになってんだけど、もしこれ氷ついてんじゃねえの。溶けた、溶けんだ。さあ、これ寒いんだろ。あ、壁画がありますね。我々は奴を屈服させたが、外するには至っていない。むしろより強力にしてしまったように思う。結局のところ支配ができないのなら王など何の役にも立たないのだ。我々はすでに奴を自分たちもろともこの場所に閉じ込めた。奴を持ち帰るために使った巨大な鎖は奴を制御するのが唯一有効なのかもしれない。気持ち悪い。さあ、鎖か。なんだ、巨人か。広い。でんでんでん。まああと一つか。ちょっと休憩して、はい、おはようございます。鎖がいっぱい。やっぱ巨人だな。え、角、角なし、角なし。はい、決まりです。さあ、どんなやつが出てくるのかな。明らかにあそこが主戦場だな。鎖が上にぶら下がっていて、明らかに力をため込むような道具があるんだが、塔が大体読めたぞ。これで柱当てんのか。さあ来い。まあ、来なかったということで、多分これだな。方向はある程度決まってんのかな。あ、で時間が止まって、さあすげえこれちょっと揺れるんだよ。外したということでね、ちょっと感性が働くから。あれ、こっちか。ああ、こっちか。ああ、これね。え、で、次中段を狙えばいいのか。あの青いやつをぶっ飛ばすっていうのがなんかミッション。え、どう、どう。え、もしかしてあれがあると登れんだ。ああ、ありえるね。あ、これはもう押されてますよ。
あーはいはい、さっきの多分青いやつがあると登れなかったんだろうな。ういで真ん中が光ったぞ。エレベーターだなこれは。ほら、エレベーター、あれもしかして戦うの。デッドバイデイライトじゃねえや、ドラゴンドラグーンに出てきた感じするけど。お前なんか最終戦にふさわしい感じしてきたね。本当に最終戦か。このアングル見よう。いいね。やっとお前かみたいな感じだわ。さあ正体を現せ。もうボス競技始まってんだ。いや、これは始まってない。どうやらまだ休憩しろとおっしゃっているようだ。いや、めっちゃとうとう見つかるな、これ。ちょっと怖えぞ。急にラッシュすな。めっちゃ回復しろっつって言うし。もう戦う気まんまやんけ。じゃあどうすか、生命力上げるか。いや、スタミナだな、やっぱ。スタミナをガンガン上げていこう。じゃないとね、捕まってられねえんだもんな。装備は上げれないな。動物やらないとね。またなんかあるね。我々はこの場所でこの生物と立ち往生している。新しい技師は明らかに機能しておらず、我々の大半は進行を失いつつある。この生物も他と同様に倒れるのだろうか。我々に埋葬する術はない。やってたよ。何を言ってんだ。なんか一番気合入ってんだよな、この、ここ。ふさわしいね、最後に。ああ、いや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 、ちょっと毛色がちげえぞこいつだけ。ゲーム保存しましたわ。いや、タイミング良すぎやろ。ブチ切れるのがさ、あそこに当てるんだな。あそこと、うん、なんだ、首というか顎というか。お、まさか仮面を外すのか。外さなかったわ。なぜこのタイミングで鎖を引きちぎるのか。よいしょ。首長。それ絶対重いでしょ。